ゴムで足首動かすのが問題ですか。ゴムで足最高っすね。爆笑しましたね。緑が一番手前に置くのがいい。おい、うん、あ、それでいいですよ。大変なんです。あ、それですか。指しっかり踏み締めましょう。指しっかり、そうですね。そうですね、前傾しないように、体幹が多分前傾してくるんで、それをしっかり止めてください。前傾しない範囲で大丈夫です。うん、左脇です。全部意識します。で、左足を後ろ行くときに体重前にならないようにちゃんと後ろでキープ。そう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 、それで反らない。ありがとう。
いいですね、いいですね。行きましょう。間ですよ。なんかちょっと前行きやすい感じとかあります？前体重に下がってる。うん。でもさっきより全然。あ、でもさっきよりいいっすね。あ、全然足りますね。前回10回でしたけど、左は何も意識しなくてもね、膝の位置はあんま下がってこないんです。今さ、あ、そうですね。今なるべく前にやろうと思ってるんです、はい。うん。オッケーです。最後膝が後ろ行かないように膝前にやりながら、そうっす、最高っす。まずそこでこうちょっと使うイメージをまあちょっと持ってもらって。そうっすね。あ、これでもバランスがやっぱちょっとほどてまってもいいっす。
古ねこれ。これ黒いでしょ。古いけど、これね結構負荷高いんでコントロールしてください。バッキー手でしっかり支えてもらった方がいいです。そうですね、もうちょい押せますか。そうですね、そう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 。そうそうそう、その形ですね。いや少し開いても、足の前方方向前前線という筋膜を伸ばすための訓練です。大腿四頭筋、前の前頸骨筋、足の甲あたりの筋肉すべてが伸びています。できるだけ足の指がお尻につくところまで伸ばしてあげましょう。まずは腱側部からやっています。この後観測部をやります。内閉鎖筋、内閉鎖筋と離乗筋の訓練になります。一番重要なのは手の回転です。手を後ろ回転することによってのみ離乗筋の方にスイッチが入る。前回転すると大腿筋膜張筋や足の横の、長径靭帯の方に力が入ってきてしまうので膝の方に力が抜けてしまいます。大事なことはこの離乗筋、内閉鎖筋に力を入れることです。強化バージョンです。このゴムの大きさをどんどん変えていってもらう。強さを変えていくとどんどん強化されていきますので、レベルアップとともに変えてあげて。これはさっき言ったコンフレでハムが、そう正解、よく分かった。そう、この時の使い方が大事なの。半腱半膜腰筋を正しい位置で使う。今度外旋位で、今度外旋筋と手伝って、今度外旋内転位で膝を使うための訓練となっています。この方法でないと鍛えられないので、だから言うたらさっき単品では鍛えてるけど定食になってないって。正しいスクワットのポジション、バランススクワットの訓練をやっています。本来だったら手が完全にバンザイできる状態で頭が下を向いちゃダメなんですけど、全く話にまとめません。上半身おっさんすぎ、体育館弱弱訓練です。本当だったらバックエクステンション、うつ伏せになってこのポールを使って恥骨の方に入れてもらって反らすやつやりたいけど、全く動き気配がないのでこれでやります。後でビデオを見たら驚くほど背中は全然前に、はい、しなってません。腰が前に全然曲がってません。単のおっさんっていうのは分かります。
右手と左側の、タッチですね。2タッチしてます。かかとを触りに行くと思います。で、必ず左手と右足を動かさないように注意してもらって、右手で左のかかとをタッチ。こっちばっかり繰り返しやってください。いきますね。うつ伏せで転がってもらって、チンチンの下にかけてタオルぐるぐる巻きにしたものを入れてください。で、足は、開いてもらって、つむと外側向きです。で、かかとをしっかり床につけた状態キープしてください。で、手を頭の後ろで組んでもらってから、肘しっかり締める。プラス、手のひら上向きに返してください。で、反らす。足上げないで、反らす。やってください。やってます。壁に頭、背中、お尻、で、かかとをくっつけてください。で、右のかかとであらかじめチューブ踏んでもらって、足は、クロス、かかとをすでに越すような感じに、ちょっとクロスします。で、膝上にチューブを当ててください。で、膝は脇下に来るように上げるのと、重りを手で持ってもらって、手、バンザイと、もも上げが同時のタイミングでやるようにします。だいぶ体がね、倒れてるので、だいぶ倒れないように、真ん中でやってください。テンションします。首都筋ですね。前ももトレーニングしてます。深く座ってもらって、必ず腰、骨盤前傾するように起こしてください。下ろす時も力は入れておきます。うん、で、ゆっくり上げてもらうんですけど、その時ちょっと外側に向けてもらって、で、こうやって上げ下げを繰り返しやってください。レジクセーションのマシンでやってくれたり、さっきのこの上げる長期のやつも、俺らはレジクセーションマシンでやってる。ああ。ああ。胸腰筋のやつは、左右に足開いてください。ちょっと肩幅広めにしてください。で、重りを持ってもらって、体をねじってからダウンします。ダウン取った時にしっかりつま先、膝、外向きにしてください。あと、膝が内側に倒れるのもダメです。必ず外向きで、つま先、膝が正面というか、同じ方向向いてるように、外側向いてるようにしてください。で、もし胸張ってくれば効いていきます。しんどいやろ。胸張って。胸張って胸が弱くなってる。頭もくっつけて、はい、頭くっつけて、背中くっつけて、腰もくえぐ、反らすのも潰して、お尻もくっつけて、足裏もくっつけてもらった状態で、左からチューブ挟んでください。で、外旋って言って、膝開いてもらった状態から、足の方を沿わせて、右足持ってきて、さらに開く、開いて、沿わせて前に持ってきて、さらに開く。で、手をかけてぐるぐる後ろ回すようにしてください。わお、もう一回ね。怪我してからの動画をいろいろ残してみる。